それではここからはその唐津波の乗算アルゴリズムの一変数多項式に対するアルゴリズムですね。こちらを説明していきます。で、一変数多項式に対しても基本的な方法は整数の乗算と同じです。で、どこが同じかというと、これはですね、まあ、fx をですね、まあ、fx、gx とも 2n 字の、まあ、ラージ n ですね、2× ラージ n 字のこう多項式と見るんですけれども、まあ、これを、例えば fx ですと、この上位の、n 字の項と、それから下位の n 字の項、それから gx も上位の n 字の項と下位の n 字の項にこう分けて考えます。で、そしてこの時にこの fx×gx っていうのを計算するんですけど、これは先ほどの整数に対する唐津波のアルゴリズムと同じように、f1x と g1x の積の部分、それから f0x と g0x の部分、それからあとここがその上位と下位がミックスされた分なんですけど、f1-f0×g0-g1+f1g1+f0g0 の分というふうにこう分けて掛け算を行うことができます。で、これを一応アルゴリズムの形で示したものがこちらの唐津波ポリというアルゴリズムです。で、入力としましては、F1X と G1X という2つの多項式、それから、ラージ N は2の N 乗ですね。それから F1、F0、H1、G0 は、これ全部、次数がラージ N、G 未満の多項式とします。で、まあ、この入力に対して、出力ではこの FX と GX の積を出力するということになります。で、そのアルゴリズムですけれども、こちらの方に示しております。まず、n が1の時ですね。n が1の時っていうのは、まあ、スモール n が0、2の n、0乗ですね、の時なんですが、この時には、通常の fx と gx は通常の多項式の積を行って、その値を返すということにします。で、2番目がですね、その問題を分割する、して再帰呼び出しする部分なんですけれども、まず、ラージ A は、その F1 と G1 の唐津波の方法による積を代入すると。それから B としては、F0 と B0 の唐津波による積を代入すると。それから C としては、F1-F0 と G0-G1 の唐津波の積を代入するということにしまして、これら A と B と C が得られたところで、この最終的な計算結果は A×2 の n 乗プラス A プラス B プラス C×X の n 乗プラス B という形で返すということになります。ちょっとこの実際の計算はですね、これがちょっと皆さんにやっていただきます。で、この一変数多項式に対する唐津波の乗算に関する次の定理として、次のものが知られております。これ計算量に関する定理なんですが、ラージ N を2の N 乗としまして、F と G を R 乗の一変数多項式、それから F と G の次数がそれぞれ N 未満のときに、その唐津波の乗算によるこの F と G の乗算の計算量、すなわち、この元の間ですね、R 乗の多項式、の食塩算の回数というのは、シータの n のログ3乗で見積もられるということで、先ほどの整数のですね、乗算の時と同じような計算上の見積もりになるということが知られております。今回は説明は省略しますけれども、興味のある人は資料などを参考にしてみてください。はい、ということで、今回はですね、高速乗算法としまして、唐津波の乗算アルゴリズムを取り上げました。そこでは、整数の乗算アルゴリズムと、それから一変数多項式の乗算のアルゴリズムについて紹介をしました。
で一応今回でですね、計算機数学1 の, 授業が一通り終わりますので、ちょっと内容を振り返っておきたいと思います。この授業で最初に計算機の構成について説明をしまして、で2番目にその計算機における数や多項式の表現について説明をしました。でそれからアルゴリズムと疑似コードについて紹介をしまして、あと計算量という概念とその計算量の見積もりのやり方について紹介をしてまいりました。まあ、それはいろいろなアルゴリズムを使って計算量の見積もりをしたということであります。それからと多倍調整数や一変数多項式の指則演算のアルゴリズム、それから計算量について学びました。で後半ではその拡張ユークリッドアルゴリズムとその性質ですね、とあと応用について、いくつかの応用を紹介しました。でその後と拡張ユークリッドのご情報を使う、まあ、ヘビーに使う計算の中で、まあ、中国中央算法とその応用について説明しました。それからと唐津波の高速乗算法ですね、これは整数と一変数多項式に対する唐津波の高速乗算法を紹介しまして、最後に高速フーリエ変換を用いた一変数多項式の高速乗算法について説明をしました。ということで、まあ計算機を使った、まあ、アルゴリズムと主に代数的な計算ということで、その割とこの授業では手を動かして計算する機会が多かったと思うんですけれども、去年この授業を履修した人の一部からは、先生この授業って計算機数学って言ってますけど実際には手計算数学なんじゃないですかっていう指摘を受けたことがありまして、実際その通りだと僕も思っております。まあ皆さんも多分この授業でですね、手計算で、いろいろなことをやる機会があったかと思うんですけれども、やっぱり計算機を使う上ではその手計算でこの計算の感覚をつかむっていうのは多分いろんなところで役に立つんだろうなという個人的には感じております。と言いますのも、その一つはやっぱり手計算でこうどういうところが大変かとか、あとはどれだけ大変かっていうことがある程度分かっていないとですね、その、まあ、計算機で問題を解かせたときに、その例えば計算機でなかなか答えが返ってこないとなったときにですね、何も知らないとこう黙って待つしかないんですけれども、ある程度その計算の中身を知っていると、その例えば自分がやっていればそのどこで計算が大変かっていうのは大体分かってますから、そうすると計算機でもどの辺が計算が大変そうかっていうところでですね、その例えばある時には計算の改善する工夫をしてみたのにつなげたりとかですね、またある時にはここでこんなに時間がかかるはずじゃないから、もしかしてこれはバグなんじゃないのかっていうふうにこう自分のプログラムのバグを探すきっかけを与えてもらったりとか、まあ、そういうことで多分自分の手で計算するっていうのも計算機を使う上では非常に役に立つ機会が多いのではないかというふうにこう考えておりますので、であとはそうですね、やっぱりアルゴリズムを作って考えるときにもやはり自分でこうまず計算の流れがどうなるかっていうのを頭の中に思い描きながらアルゴリズムを組み立てていくことが多いと思いますので、まあ、そういう際にはやっぱりある程度自分で手で計算したりすることも必要になる部分もあるかと思いますし、またそういう感覚が役に立つということもこうあるのではないかと思います。ということで、まあこれからですね、皆さんまあ実際にこの計算機数学っていうのをこう使っていく人は皆さんの中ではひょっとしたら少数かもしれませんけれども、まあ、少なくともこういうアイディアがですね、この、世の中のその AICT の中でこう生かされているっていうことを知っていただくには、まあ、いい機会ではないかと思いますし、それからこれから教員を目指す人もいるかと思いますけれども。多分皆さんが中学生高校生であった時よりももっともっとですね、その何て言うのか、その計算に対する感覚っていうのが、
まあ、重要視されてくるのではないかなというふうに個人的には思っておりますので、まあ、その辺は多分教職科目の方でもですね、いろいろ指導は受けているのではないかと思いますが、数学の方でもこういう計算的なアプローチをですね、こう取ることで、まあ、次の世代を担うですね、人たちをこう皆さんが導いていくということをこう願っております。ということで、まあ最後ハッピーコンピューティングというふうに書きましたが、まあ、皆さんにとってこの、まあ、ハッピーになるかどうかはちょっと、まあ、皆さん次第だとは思うんですけれども、まあ、これからですね、まあ、こういう計算を使う皆さんにとってこうハッピーであってほしいなということを、ね、願いまして、まあ、この授業を終わりにしたいと思います。ということでこれまでお疲れ様でした。